どうもゲームイズの山田です。近すぎてわけが分かんなかったですね。はい、ということで今回は六本木ヒルズから歩いてすぐ檜小公園に来ております。今回はこちらのオスの検証ですね。今ガーディーの巣になっております。こちらで今何匹ぐらい狩れるのか、これを検証していこうと思います。さらに、今回はちょっと最近の動画に取りこぼしてた情報とかですね、そういうのを合間でちょいちょいと、喋っていこうかななんて思っております。それではレッツゴー。はい、ということで早速ガーディー、あれ消えた、あマジか、そういうこと起きる、タイムリミットでしたね。気を取り直して動いていきます。で現在ね、檜小公園がアイスリンク、まあのアイススケートですよね、こちらやってるみたいで、1月の5日から3月の5日まで、はい、11時から22時まで、受付は21時まで、ということでやってるそうです。ちょっと興味ありますね。まだ昔アイススケートはやったことあるんですけど、もうね靴ずれがひどくてですね、あまりいい印象がないんですよね。だからちょっと行かないかな。はい、六本木っていうね、まあ都会、結構都心の中でも賑わっているような地域にある公園なんですけど、風景を楽しめるような、かつその子供とかあとはワンちゃんとかですね、をその安心して遊ばせるようなことが、まあ、できる感じの公園なんですよ。家族連れの皆様とか結構遊んでらっしゃいますね。バスケットボールの、はい、そうですね、結構そうね、こうね、ビルがある中にあるこの子供とかが遊べるような公園という感じになってるので、まあ、ポケ活しながらっていうのでもいいんですけど、まあ、お子さん連れて遊びに来たついでにみたいなこともできる非常にいい公園だと思います。僕もこの2時台に来たの初めてなので結構楽しそうだなと思って、以前動画でアンノーンがデータで、まあ、追加になりましたと、でアンノーンがおそらく出ますよ、で28種類か出るという話したんですけど、さらにちょっとデータ追加ですね。でアンノーンのメダルっていうものが、まあ、あると、ある可能性が高いという、情報が、流れてきました。なので以前その動画で、まあ、アンノーン全種の形、全形を集めるメダルっていうのがあったらしんどいけど楽しそうだなみたいな、ことをちょっと触れたんですが、まあそうなる可能性が非常に高いということが今言えると、そういう状況になりました。これをちょっとね今回まあお伝えしたかったっていうのが、まあ、あるので、まあ、ここでね言わせていただいたんですけども、まあそんな話をしてる間もねガーディーです。今はあゼニガメがいますね。よいしょ、えらー、あそう、今日はなかなかゲットシーンが取れませんね。どうだどうだ、お入りまして、はい1回目、はい2回目、3回目カチリと、オッケーということで、たまたまゲットだぜなんですが、ガーディーがまだなんでまだまだ歩こうと思います。あと10分ぐらいしかないね。ニョロゾが行って、あいた、オッケーオッケーオッケー、あーよしよしよし、はい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 、はい、見えますか、いました、はーい、ガーディー、やっとガーディーかよ、じゃあタップしますよ、よいしょ、オッケー、はい、ガーディー出しました。じゃあゲットしていきましょう。あ、775か、強いな。はい、ではズビの実にしまして、はい、行きましょう。せーの、おら、遠いかな。おし、グレート来た。行ってみよう。はい、1回目。はい、2回目。3行かない。オッケー、残念。頑張っていこう。よいしょと。はい。実はね、ハイパーボールを最近ちょっと溜めまっ作ってて、ガーディに使いたくないですよね。はい、行ってみよう。はい、1回目、はい、2回目、3に行かないか、うわ逃げられた。本日1匹目のガーディが逃げられると、あ違うか、1匹目はさっきタップして消えたやつだ、あタップ前に消えたやつだ、うわマジかよ、ってことは今日2連チャンミス、ミス。まあねー、あれもう一匹いる、これゲットしましょうか、はいタップしよう、タップしよう、あちょちょ、あま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 あ、はい行きましょう、はいタップしまーす、どこでしょう、これいける、あいけた、よっしゃよかった、はい、それではゲットしようと思います。よし、あさっきより CP 高いな、ただ意地でも敗北使いません、
っていうのもね、ハイパーボールね、あと僕999っていうのを一回見てみたいんですよ。まあね、その途中でかなり詰まると思うんですけど、おし、グレート来たよ。はい、行くよ。はい、1回目、2回目、3回目勝ちによし、 OK ということで、ガーディーゲットだぜ、やっとですよ。はい、またガーディー1匹見つけたのでゲットしようと思います。よいしょ、タップして、よい、はい、行くよ、ほい、タップ、よいしょ、よいしょ、 OK。 それじゃあ CP は104、あ、いいね。じゃあズリーモンボでいけんじゃないかな。モンボでどう、あ、黄色だ。じゃあちょっとこれで頑張ろう、せーのーっと、どこでしょう。あー、ちょっとずれた、まあいけるでしょう。はい、1回目、2回目、3回目カッチリと、はい、 OK でございます。それじゃあガーディーゲットぞ。2匹ですね、結果今日ね。まあ30分で2匹か、まあちょっとしょっぱい感はありますね。山田さんって目が悪いんですかとか、どれくらい目が悪いんですかって、コンタクトにしないんですかとか、そういう話ね、よく来るんですよ。そういう方への回答です。まあそういう方への回答をちょっとしようかと。伊達メガネです。